皆様こんばんは。5月の30日午後6時44分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍、100倍、1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日月曜日の週明け月曜日でございますね、第2部の配信を行っていきたいと思いますけれども、今日の第1部に関しましてはね、朝方の4時5時ぐらいまでメンタルマネージャーと2人でね、生配信をしておりましたので、キューブという風なね形でさせていただきまして、よろしくお願いいたします。気づいたら5時間ぐらいね、ペチャクチャ喋っていたということで、開始時間がそれこそ11時12時ぐらいだったかな、から開始をいたしまして、終わったのが朝方の5時前ということで、もうね飛び抜けてやべえことになっていたということでね、よろしくお願いいたします。一応ねアーカイブの方には残しておりませんでした。かなり長い間ね、生配信していたので、ちょこっと見れた方もたくさんいらっしゃったんじゃないかなと、いうふうに思う次第でございます。でね、夜中にもかかわらず、80名様ほどの方がね、参加をしていただきまして、本当に皆様ありがとうございます。また、どうでしょう、夏あたりにでございましょうかね。フィリピンにね、行くという話も昨日いたしましたので、できることであるならば、フィリピンの方で、YouTube の生配信ちょっとやってみたいな、やりたいなというふうにね、メンタルマネージャーとちょっと話していたわけでございますよ。もしやる際には、ここはね、ちょっとゲリラ、でも、今言いましたので、フィリピンに行った時にね、やるんじゃないかみたいなことでね、レーダーをブリブリと張っていただければ、大いに結構でございますので、よろしくお願いいたします。私もメンタルマネージャーもテンションが上がりまくりで、おそらく配信をするんじゃないかなというところでね、ここ、次のね、生配信はまたまたご期待ください。よろしくお願いいたします。はい。で、昨日はね、いろいろ話をしましたよ。いろいろ話を、あちらですよね、バッジの件であるとか、あとはフェイムトークの話であるとか、あとは、それこそフィリピンですよね。そして、あちら、ちょっと相場のね、チャートもこう見ながらね、どうすると。メンタルマネージャーがね、ポルカドットに、ロングインをして、今利益が取れているような状況になるんじゃないかなというところで、ここは良かったというところでございますね。バリバリーとね、朝方から跳ね上げをね、行ってきているということでございます。ただ、先ほど私ツイッターでも流しましたけれども、私ドエムマン TV でございます。レンジがまだ意識されていくんじゃねえか、みたいなことをね、ちょっと思っておりますので、一応ショートインをね、ショートを積み上げているような状況。31,400 から500を抜けたら、今もう、積み上げているショートはさすがに切っていこうかなというふうには思っている次第でございます。ここはね、レンジのもう本当の上端値、ここ抜けていくとも32,500とか、ちょっとやっぱ上がってくる可能性が高いでございますので、ちょっとショートの損切りラインをね、31,400ドルぐらいに設定をしているような状況でございます。今一応ね積み上げました。開いた瞬間にね、抜けていたら、もうダメだということでね、ここはよろしくお願いいたします。トレードね、今本当に昨日も言いましたけれども、今とにかくむずいですよ。難しいような状況が続いておりますよ。一旦このね、上げがどうなっていくのか、また上でね、押されているような状況ちょっと見たいですね。気になるところでございますけれども、またね、30,700ドル付近でもじもじしておりますけれども、これがどうなっていくことをやるというところでございます。後でチャートを見ながら、確認をしていきましょう。よろしくお願いいたします。一旦上に振ってあげてね、そっから落としてくるみたいなね、予想されている方もいるんじゃないかなというふうには思いますけれども、果たしてどうなるのか、もしくは今のレンジ、ずっと作られていたレンジのまたまた上端値がね、意識をされて落とされていくのか、それはある意味、神の水を知るところでございましょうけれどもね、チャートで見ていきましょう。よろしくお願いいたしますよ。あと一つごめんなさいね。バイビットさんの方でね、前にも言っておりました、こちらでございます。はい。WSOT でございますね。こちらでございます。こちらが、6月の27日から、スタートするということで、一応私も先ほど、チームエントリーをしました。チーム作成をいたしました。申請に、の承認に、2日ぐらいかかるって言ってたかな、おそらく。ですから、作られた際にはね、また皆様の方にはご案内をねしていきたいなというふうに思いますので、ぜひともね皆様一緒にね楽しんでいただけたらなというふうに思いますから、よろしくお願いいたします。ビットゲットさんとバイビットさんのトレード大会に関してはね、ビットマン TV、毎大会ございましょうかね、チームを作って楽しんでいけたらなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。今はねビットゲットさんの方で、KCGI やっているわけでございますけども、昨日も言いましたけど3000テザーぐらい今マイナスな状況に、ね、なっておりまして、もうチームの方にはね本当に迷惑を、ね、おかけしておるんです。本当に申し訳ございません。なんとかね、頑張って盛り返していきたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。とにかく、次はバイビットさんの方で WSOT ありますので、もしね、ビットゲットさんの今回 KCGI、もし一緒に、ね、参加できなかった方、していただけなかった方がいるんであれば、こちらのね、バイビットさんの方はぜひともね、一緒にチームメンバー、バディとしてね、戦っていただけることを切に願っておりますので、よろしくお願いいたします。楽しんでね、いけたらなというふうに思いますので、もし初めてね、やる方であっても、ある程度気兼ねなくね、ご参加いただければ大変嬉しい限りでございますので、よろしくお願いいたします。はい。
い。で、今日の内容いきましょう。まずは、重要ニュースお一つ目いきまーす。はい。まずこちらでございますね。いきましょう。ビットコイン。はい。5月は 22% 下落。はい。初の9週間連続下落かとも、9週間連続下落しましたもんね。うん。これ朝方の7時半に流れてきておったので、週足が確定する前のニュースだったわけでございますけども、もう9週連続陰線ということでございます。行きましょう。うん。まあ、前代未聞のね、9週連続の下落となりそう、もうなってしまったということですね。で、株価の相関はビットコインの強気派に貢献せずということですね。行きましょう。コインテレグラフマーケットプロとトレビューのデータによりますと、ビットコインがね、史上初の9週連続で下落する勢いを示していると。で、ビットコインの週足チャートの終値は、週末にアナリストをね失望させた要因となったようでございますということですね。で、中央銀行の引き締めに悩まされる株式市場でさえもビットコインとアルトコインの大半がね損失を拡大させる中、なんとか週明けに利益を出していると。で、最も気になるのは株式と仮想通貨の間の乖離だと。うん。 S&P とナスダックは5月20日の安値から約 10% 高くね取引をされておりますが、ビットコインとイーサリアムは同じ期間に低く取引をされていると。で、トレーディングファームの QCP キャピタルは5月29日にリリースされた最新版の市場ニュースレターで次のように主張したということですね。いきましょう。これは我々が期待していたデカップリングではないということですね。どういったことか。うん。これまで報じているように株式と比べてビットコインのねパフォーマンスが伸び悩んでいるという指摘に QCP も同意をしていますと。で、さらに人気ツイッターアカウントカポオブクリプト氏も、うん、アメリカ株が現在セルサイドにね遭遇をしているため新たな売り圧力を予測しましたよということですね。で、一番気になるのはだからそのあれですよね、株系は上がってるんだけども、ビットコインは連動して上がっていない。じゃあ株が落とされた時にそこはビットコイン連動して落ちてくる可能性やっぱありますよねっていうところが一つ気になるところかなというところでございますね。行きましょう。前回 SPX が高値を更新する一方でビットコインがね、下値を更新していたと。そして SPX が反転をすると弱気のコンティニューエーションが見られたと。今 SPX はレジスタンスにあるというふうに、まあ、今後ね、アメリカ株が下落すると、ビットコイン、逆に影響がね、及ぶことを予想した。まあ、とにかく、株は上がってるんだけれども、ビットコインが上がってない。株が下がればビットコインは下がるんじゃないかってことですよね。そこがちょっと怖いところでございましょう。で、いきますよ。ビットコインは200日も下落中であると。うん。こうした弱気基調に伴いまして、ドル建てのビットコインは約 22% ね、下落して今月を終えそうだと。で、2022年は5月としては、ビットコイン市場2番目に悪いパフォーマンスで終わることが、オンチェーンモニタリングソースのコイングラスのデータで確認をされましたということですね。で、一応ちょっとアップで見ていきましょうか。こういった形。はい、もう 22% 下落ぐらいで、だい 20% 下落ぐらいで終わったのでしょうかね。で、6月は2020、まだね空白ですけども、2021年、2020年は、マイナス 6% とマイナス 3% ぐらいですから、まあちょっと弱い感じがねいたしますよ。ただ2019年はね爆上げをしていた時がございました。その前はマイナス 14% ということで、まあどうでしょうね。まあ買い方、まあ上がっている方が一応ね、年としては多い、1年分多いってことですね。下げの月は6月はね 1,2,3,4,4 回赤です。で、緑は5回ですから、まあ一応を上昇が優勢ということでございましょうね。で、次行きましょう。はい、こちら。一方、長期的な下落下降トレンドの分析では現在の高値からの下落期間は過去4番目に長く、現在ね200日であることが明らかになりましたということですね。で、アナリストのマシュー・ハイランド氏が指摘するように、こうした下降トレンドの過去最長記録は2014年から15年にかけて発生をし、現在のね2倍以上続いたことがあると。ものすごい長い期間あったということでございますね。あ、だからここですよね。404日続いた下落相場があったと。で、361、約1年間続いた時も2018年の終わりから2019年にかけてあったということ、あ、2018年から2019年にかけてあったと。で、その次、まあ徐々に徐々に短くはなっていってますよね。その次が261日はいでございますね。2020年をまたぐような形でということでございます。で、今200日でございますと。でも最長は404日ありますよということですね。で、コインテレグラフが報じたように、歴史的なパターンから現在の横ばいのね価格高騰の期間が続き、その後に幸福イベントとマクロボトムがね続く可能性がありますよということでございますので、ちょっとまだね下落基調は完全に終わった、まあ一旦のね上昇というふうにもやっぱり考えられるんじゃないかなと、うん、いうふうには思います。下落基調を全て取り戻すような上げではやっぱりまだ今の段階ではないですもんね。やっぱり下落、チャンネル平行のあれを抜けてくる、つまり4万2000ドルあたりを抜けていけばね、様相としてはかなり良くなってくると思いますけども、そこに到達するまで、まあいわゆる4万ドル以下はやっぱりまだ下落基調の中にはかなり広い目線で言うならばいるんじゃないかなというふうに思いますので、ある意味ショートの積み上げというのはね戦略としてある
り、ただ下落チャンネル上にブレイクしたらこれはちょっとさすがにね相場感がかなり良くなってくるかなと思いますので、ちょっとショーターの方々はね上がってくる、まだ下落チャンネル内は推移しておりますから、上がってくるたんびに、うん、ポイントポイントでちょっとずつショートを積み上げていくっていう戦略でもまあ一つはありなんじゃないかなと思いますけども、まあ、怖い部分もね、ちょっとある、なんか雰囲気が出てきてますよねっていうのがちょっとありますから、まあ、ここはね、一応ね、チャートを見ながらね、落ち着いていきましょうということでよろしくお願いいたします。まあね、今、ちょっと、あちら、一旦作られていた、今ね、また開いたらどうなってるかわかりませんけれども、一旦作られていた、レンジ相場のまた上端値にいます。もうここでね、抜けきらなかったら、もう一回も落ちてくると思うんですよ、やっぱり。抜けきらなかったら。やっぱり、もう売り勢がね、かなり粘ってる。かなり売り勢が粘っているので、ここで抜けきらないと、やっぱりこう、嫌気が刺されてね、短期的にロングで入った方の、やっぱり利確売りも入ってくるんじゃないかなと思いますので、ちょっと今ねかなり過強に差し迫っているということで、ここをチャートね、見ていきましょう。よろしくお願いいたします。ちょっと上がってきた感じがしますね。よろしくお願いいたしますよ。それでは行きましょう、行きましょう。本日のチャートムゼーキパパプーパパプーパパプーパワー、よろしくお願いいたします。お願いいたしますと、一旦その前に時飛ばし、はい、それでは再開をしていきたいと思います。ごめんなさいね。まずは、ビットコインを見ていきましょう。よろしくお願いいたしますよ。皆様にとってね、飯馬動画になるのかどうかということでございますけれども、3万と700ドルぐらいで、さっき、ショートをね、ちょっと、積み上げていったような状況にはなっております。よろしくお願いいたします。はい。引き目で見ていきましょう。まずは、週足ですね。見ていきましょうかね。週足、はい、こういった形でございます。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、9週連続ね、陰線ということで、週足を見ていただいたらね、はっきりわかるかなというふうに思います。けれども、下落のね、チャンネル内をこの青い帯帯でございますね、推移しているような状況には今まだなっておりますね。で、さっき4万2000って言ったんですけども、この下落チャンネルをね上にブレイク、つまり3万8000と、150ドルぐらい、3万8000ドル付近ですかね、ここを上にブレイクしていけばある程度ね、相場感としてはかなり、まあある程度というかかなり良くなってくるんじゃないかなと。ただその直上に4万2000ドルっていうね、まだまだ重要なラインがございます。はい、引き目で見ていただいたら分かるように、ある程度こうレジスタンス、そしてサポートとしても機能しているラインとしてはね、やっぱり4万2000ドルというところが待ち構えておりますので、ここを抜けていかないと、うん、どうしようもないのかなという感じがね、見受けられるでしょう。まあ、まだね、依然としてかなり高い、ね、今から1万ドルぐらいね、さらに上昇していかないと、うん、様相としてはいい方向にはやっぱ傾いていかないんじゃないかなというところでございますよね。で、あとは週足で見ていただいたら分かるように、一旦ね、調子が今週、今、週足開始してから様子がちょっといいんですけども、直上に、短期の移動平均線が待ち構えてます。3万と1000ドルぐらいに短期移動平均線が待ち構えてますから、ここでの抵抗どうなるのということでございますね。なんだかんで言って直近でも、陰線ここほら、ヒゲで押されてますから、結局なんだかんで言って抜け切らずに落ちてくるって可能性もね、今の段階ではやっぱりなきにしもあらずかなというふうに思いますから、一応それを加味してね、私もショートポジションをね、今、積み上げていったような状況でございます。OK でございましょうか。まあ、根拠はそこというところでございますね。で、一つ、ここ、日足、次落として見ていきましょう。日足なんでございますけれども、ずっとね、やっぱりレンジ相場を作っていて、ちょうど今ぐらいの値位置でございます。もう3万と800ドル付近、うん、ここでのね、レンジ相場で、さっき3万1000、400から500ドルぐらい抜けたらちょっと損切りよっていう風に言っていたのは、やっぱりここですよね。このトップ、はい、このトップをやっぱり抜けていくとね、一旦3万2000ドルとかそのあたりぐらいまで、3万2000とか3万3000とかね、そのあたりぐらいまで一回上がってきそうな感じがやっぱいたしますので、ちょっとそれはね、損失的なものを考えていくならば、ちょっとこうね、嫌かなという感じがね、私の中ではしております。まあね、その上に上がってきた時にもう一発ショートをポンポンと積み上げていってもいいんですけども、あまり長く付き合いすぎるのもちょっとビットマン TV ね、精神的に嫌なので、一回損切りをしてもう一回様子を見てね、ロングで入るかショートで入るかっていうのをちょっと決めていこうかなというふうには思っておる次第でございます。で、あとはまあ様相としてはね、なんか悪くはないんですよ、うん、今上を目指すそうな感じもしますけども、なんだかんだ言ってレンジで、結局意識されて押されて落ちてくるっていう可能性もやっぱり今そっちの方に今私自身がね、ちょっと今かけているような状況でございますね。様相がいいっていうのは、MACD 線が、まあ、いわゆるここですよ。右上がり、ゴールデンクロスを起こして右上がり。あとは、RSI 値も46あたりをつけておりますから、ちょっとずつね、上向きで、うん、頑張っている。そして、日足で言うとこの短期の移動平均線をきちんとブレイクをしてね、そっから急激に上昇してきた。というところがあります。まあ、どうでしょうね。一気にね、今上げてきているので、ちょっと4時間も落として見ていきましょうかね。うん。4時間の短期の移動平均線とかね、中期の移動平均線とちょっと離れているので、一旦
間調整で、落とされていく可能性はありますよね。3万ドル付近まで、もう1回。うん。これは、やっぱりこう、4時間の RSI が、74あたりをつけて、ちょっと買われすぎの領域に入っているので、一旦ちょっと調整で3万ドルぐらいまで落ちてくる可能性があります。そっから、この、短期の移動平均線を、支えとして耐え切って上がってくれるかどうか、というところですね。もしこの3万ドルを割れ込んでしまうとね、やっぱりもう1回ね、29,400 ドルとか、そのあたりぐらいまでやっぱり落ちてくる。で、もしそれを割れ込むと、もう1回29,000ドルとかね、28,600 ドルとか、そういったところ、つまり、このレンジのね、下端値を目指して、もう1回落ちてくる可能性が、やっぱこれはね、どうしても否めないかなというふうに思いますので、そこは注意をしておいてください。ですから、もし、ロングインしたいよと、で、この貴重の流れの中で上目指していくだろうと思う方は、押し目買いで3万ドル。うん。ここは一つ反発としてありかなと。ですけども、ここ割れ込むと、29,500 ドル付近まで、やっぱりもう1回落ちてくる可能性があるよというのはね、意識をしておいてください。で、あと一つね、めちゃめちゃ気になるのが、出来高があんまりついてないんですよね。ぐっと上がってきたんですよ。盛り上がりを見せてブリッと上がってきたでしょ。ですけども、出来高がそこまでなんかついている感じではないので、そこがちょっと気になるところでございますね。ですから、ちょっとこの出来高のついてなさが何なのかな。ちょっと今また落ちてきてますからね。これがどうなっていくのか。で、あとはごめんなさい。もうね、1時間も見ていきましょう。1時間足。1時間の短期の移動平均線、こんだけ急激にブリッと上がっていったときは、いいですか？結構1時間足レベルの短期の移動平均線がある程度ね、速度的には追いついてきます。で、それをあれでサポートとしてぐんぐん上がっていくんですよ。わかりますよね？上がっていってますでしょ？ぐんぐん上がっていってるんです。ですけども、今、この、1時間の短期を今ね、実体部分としてちょっと割れ込んでるので、これを割れ込んだ状態で、8時を迎えると、ちょっと下目線がね、濃厚。やっぱりさっき言った、調整が入ってくる可能性がある。うん。っていうところがあります。3万ドル。そして、さっきのね、4時間の、短期の移動平均線が3万ドルぐらいにいますから、3万ドル。もし、そこを割り込むと、やっぱり 39,400 から500ドル付近まで、1時間の長期並びに中期もこの値位置にありますから、ある程度29,400 から500ドル付近は、ある程度硬くは意識されるんじゃないかなというところですね。ここはもうある程度、こう今の段階で言うと防衛ラインとしてはね、意識が持たれるでしょうから、割れ込んでしまったら、さっきも言った、うん、やっぱりほら4時間の中期もここにありますでしょ。ですからここで耐え切ってくれるかどうか、割れ込むともう一回下をね、掘る可能性がある。そして、嫌気が刺されて売りが売りを呼んでももうずるっともう一回割れ込んでしまう。つまり2万8000ドルであるとか、もし最悪ここを割れ込んじゃうと、もう一回2万5000ドルとかね、6000ドルっていうところをつけに来る可能性がありますね。ものすごく今ね、ものすごく、まあ、ロング勢の方にとってはめちゃめちゃ重要。とにかく強気派が上げてほしい。うん、上げてくれってことです。上げてくれれば、いいですか？一旦3万1300ドルぐらいちょっとブレーキかかるかもしれませんけども、ショートの、あちら、損切りを巻き込んで、一旦上に上がって、3万2600ドルあたりぐらいまでは、一回バリッと力づく上がってこれるかもしれませんので、ここは、ロングアーゼアに期待をしておきたいところでございますけれども、29,400 を割れ込むと、もしね、ロング入っちゃった方、うん、今ロング入っちゃった方は、29,400 ちょっと割れ込むと、ちょっとね、危険信号が点滅しますよというのは、押さえておいてください。よろしくお願いいたします。で、上に上がってきたとしても、やっぱりここですよ。31,400 ドルあたりでの部分利確っていうのはありかなと思います。まだこの上端値、31,300 をマックス上端値としたレンジも当然考えられますから、31,300 から400での部分利確。で、上にもしブレイクしていったら、もう欲はかかずに32,500ドルぐらいで利益確定をね、していくような流れでやっていくのがいいんじゃないかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。で、ショート大勢の方は、まあ、ある程度ね、幅を持たして、まあ、32,600 を抜けると、結構上が開けて35,000とか、36,000 ドルあたりをね、もう一回目指していけるような状況になると思います。冷やしの中期が35,000ドルぐらいにいますので、32,600 を上にブレイクすると35,000ドル、またまたショートスクイーズが起こって、上にガチッとした跳ね上げをね、起こしてくる可能性がありますので、ショートインをしている方がいるんであれば、まあ、31,300、400超えると、ちょっとこれはね、やっぱり、大幅上昇に巻き込まれて損失をね、かなり大きく広げてしまう可能性がありますので、そこの値位置は注意をね、しておきましょう。31,300 から400ドル付近を超えると、ちょっとね、怖いところがありますよっていうのは押さえておいてください。よろしくお願いいたします。今ちょっとまたね、下がってきてましたね。これがどういう風な形で決着をしていくのかっていうのも見物でございますけれども、まあこれをね、今一旦上がってきたんですけど、やっぱ気になるのが出来高のなさと、なんかこう、わかります？かなり粘ってる弱気派が。うん。このレンジをとにかく続けさせたいマンがやっぱりいるんですよね、おそらく。ですから、ちょっとこの3万と700から800ドルぐらいの、このラインっていうのはかなり抜くにも抜けられない硬い今ラインとしてはね、意識されているかなっていうふうには思いますので、ここ抜ければ強いんですけどね。ちょっとまだレンジ相場内にいるということだけは、やっぱりね、意識の中に留めておいてください。よろしくお願いいたします。一旦ね、今朝方上げていったんですけども、まだ予断を許さない状況ですよっていうのはね、押さえておきましょう。はい、で次行きます。次はこちら行きましょう。行っちゃいましょう。ビッツコインがキングなら、
イーサリアムクイーンでございます。キモよろしくお願いいたします。お願いいたします。いきまーす。はーい。イーサリアムなんでございますけれども、ただいまの価格が1895ドル付近をね推移しているような状況になっております。でこの通貨に関してはレンジというよりもまあ高値切り下げですね。で安値がある程度1700ドルで一定値のあちらあディセンディングトライアングルをね作っていくような可能性もあるよというところだけは今意識しておいてください。ですからもし上がってきたとしてもやっぱり2000と今であれば2000と40ドルぐらい、うん、この値位置で押されてくる可能性がある。でもまあ2040ドルぐらいまで上がっているということはおそらくビットコインがレンジ上にブレイクしてると思います。うん、この値位置を考えるとですよ、ビットコインとの相関性を考えるとおそらくビットコインはレンジを上にブレイクしているのかなと。であるならばその時にちょうどイーサリアムってこの上端値アタックに入ってると思うんです。もしくはちょっと抜けてると思いますから、そうなるとロングチャンス、はい、2492ドル、まあ、2400ドル付近でしょうかね。このあたりぐらいまでの上昇が見ていけるかなというふうに思いますので、一つロングインのチャンスの位置としたらもう2000とね50ドルぐらいをつけていってからのロングインで2400ドルを狙う、まあビットコインのレンジ上ブレイクからのさらに上昇上昇上昇でイーサリアムもひっついていくような流れがねやっぱこう出てくるんじゃないかなというところで、ここは一つね意識をしておいてください。よろしくお願いいたします。あ、ごめんなさい、その前に4時間のね長期の移動平均線200です。はい、やっぱりこのラインっていうのはねある程度意識がされている直近でもそうかなと思いますよ。はい、こういった形、うん、ある程度ねまあこう押されているような形になっておりますから、この長期の移動平均線っていうのはなんだかんだ言って意識はされるかなと思いますので、2000とどうでしょう、ここ2000と40から50ドルぐらい抜けてロングインをしたんであれば2300ドルぐらいでねまず部分利確、そして2400ドルを追いかけていくような形でやっていってもいいんじゃないかなというふうに思いますので、ここは一つねよろしくお願いいたします。ですけれどもいいですか、広い目線で見るならばまだまだね、下落相場、下落相場内をね推移しているというところはまあ間違いないんじゃないかなと。やっぱりこの高値を結んだラインを上にブレイクしてこないと。ですからもう3000ドルですね、3050ドル付近を抜けていけば日足のこのやっぱりこれかなり意識されてますでしょ、サポートレジスタンス、レジスタンスとして意識されてますから、この日足レベルのね200の移動平均線を抜けてくればかなり様相としては良くなるかな。でもそれにしても3000ドル以上ですからね、まだまだ強気相場が再来するというようなところには来ないかなと。そこまで上がってくるまではね、そこは一つ注意しておいてください。それまではやっぱりこう一旦上がってきても売り圧がかかって落ちてくるとこ可能性もね当然なきにしもあらずでございます。またまた1700ドルを、アタックに入って、下のね、1700ドルアタックに入って、もしこの1700を明確にも実態として割れ込んでしまうと週足の、はい、1200ドル付近まで落ちてくる可能性はこれ当然ねありますので、現物仕込みの方は1700ドルと1200ドルっていうのはまあおすすめ現物購入ポイントかなというふうに思いますので、そこは一つね意識をしておいてください。よろしくお願いいたします。まあとにもかくにもビットコインの基調にやっぱり寄りますよねっていうのは一つ意識をしておきましょう。あーで次行きまーす、次はこちら行きます、行っちゃいます。皆様の大好きなアルツのお時間でございます。私も大好きでございます。お願いいたします、お願いいたします。いきまーす。はーい。ポルカドットをね見ていきましょう。ドットなんでございますけれども、これはまあ4時間足レベルで見ていけばいいかなと思いますね。ただいまの価格が 10.13 ドル付近をね推移しているような状況になっております。でこの通貨に関しましては、下降のウェッジをねこう作っているような段階だったんですけども、ビットコインのね、強い上昇に相重なりまして、まあね一旦今上昇してきている。ただ今押されているライン、この 10.6 ドルっていうのは結構ね前々から効いているラインなんですよ。日足で見ていたらわかるかなと思いますけども、こういった形、はい、一回ね大相場を作り上げて大幅下落を起こしてきた時の底、うん、ここを起点としてまたまた大相場がね始まっていた、はい、史上最高値を狙っていった、起点となる場所が、ちょうど10ドル付近なんですよね。でもともとこれね、大きな相場を作り上げていた起点となる場所、ここもそうですよね。レジスタンスとして押されて一気にブレイクしていって大きな相場を作り上げていった。ですからポルカドットに関して言うと10.6ドルっていうのが一つやっぱり意識ラインとしてはかなり強く左右しているかなという感じ。今そこのアタックに入っているので、まあ、短期的に入った方であれば、一つ利確ポイントは、まあ、10.6 ドル付近。で、ここをブレイクしていったら、上がね、ある程度また開けてくるような状況になります。うん。日足の雲も邪魔にはなりません。12ドルぐらいまで。うん。4時間の長期の移動平均線が12ドルぐらいにいますから、10.6 ドルを上にブレイクして、ここをサポートとして転換したなと思ったら、これ12ドルぐらいの目標にね、ちょっと短期並びに FX 勢は、チャレンジしてもいいかもしれません。12ドルというのは、この長期の移動平均線もそうなんですけど、このトップですよね。大幅下落を起こしてぐんぐんとね上に目指していってたんですけど、実体部分として
頭を押されておりますから、11.85ドル。だから12ドル付近っていうのは、その、大幅下落を起こした戻り。まあ、いわゆる逆三尊作られてましたもんね。ここでね、逆三尊形成からの上。まあ、いわゆるちょっと騙し上げ的なものでございますけれども、上がっていってまたここから落ちてきてしまった。ですから、このトップですよね。このトップの 11.85 と、4時間の長期がね、だいたい被るような状況になりますので、まあ、12ドル付近で、一つ、部分利確をしていってもいいんじゃないかなと。で、そこを抜けていけば、14ドルぐらい見ていけますから、半利確ぐらいをかましていただいて、残りを14ドル見ていく、みたいな形でね、やっていってもいいでしょうから、ここは一つ戦略としては 10.64 ドル。うん。ここを抜けていってからの12ドル付近での部分利確。そして、抜けていってからの14ドルというところで、ある程度流していく、みたいな形でね、やっておいてもいいかなと。で、もう一回14ドルを超えていってからロングインをして、その上ですよね。ロングインをしてからの、そうすると、14ドル超えていくと、日足の雲がちょっと邪魔だったかな。14ドルを超えていった場合、いや、そうでもないですね。うん。14ドルを超えていくと、この日足の中期も全てクリアしますから、雲の、これ、片値 16.7 ドル。うん。このあたりぐらいまで、今だったらですよ。今だったら、そこら辺ぐらいまで上がってこれるかなと。でも、まあ、時間が経てば経つほどね、雲もぐっと落ちてきますから、それがどうなっていくのか。雲がちょうど14ドルを割り込むのが6月4日なので、6月4日を過ぎるとね、もう上が重くなってしまいますから、10ドルを超えていって入っていくにも、なかなか旨味がないかなというふうには思います。そうなると、いいですか？うん、この雲の加担値がこのね 10.64 と被るここ6月21日あたり、うん、このあたりを超えていった時にはね、雲の加担値がちょうど 10.64 と被ってますから、ブレイクすれば雲の邪魔もないので、結構チャンスネイチャーになるんじゃないかと。さらに言うとですよ、やっぱり押されてくるラインがなくなってしまいますのでね、上をより一層目指していけるような状況になるんじゃないかなというところで、ここは一つ意識をしておいてください。で、14ドルを超えていってかなり強さが出てくるのは、それこそ6月の21日を過ぎてからはね、かなり14ドルを超えていったら力強さがね、また生まれてくるでしょうから、ここは一つね、日にちとしては6月21日っていうのは意識していってもいい日にちなんじゃないかなというふうに思っている次第でございますので、よろしくお願いいたします。まあ短期的な戦略で言うと 10.64 から12ドル付近からの14ドルっていうところがね、一つ考えられます。あー、で、次行きましょう。今日の最後ですね。今日の最後はドームをね、見ていきましょうかね。ドーム、どこにいるかな、いました。はい、こちら。ドームでございますけれども、ただいまの価格が、0.028 ドル付近をね、推移しているような状況でございます。で、この通貨に関しましては、まあ、MACD 線もね、右上がりで、まあ、いい形。RSI も50あたりで抽選、付近にいますから、まあ、強気派、弱気派、どっちも優勢ではないということですね。で、今、状況とすると、下落チャンネル内をね、まあ、言っちゃうと綺麗に推移をしていると青い帯帯でございます。ですから、ドーム単体として力強さが出てくるのは、この下落チャンネルをやっぱりどう考えても上に抜けてからでございますね。ドルベースでいくならば、0.04ドルを抜けていけば、日足の雲もクリアしますから、0.05 ドル付近までの上昇はね、また見ていけるんじゃないかなと。ですから、短期 FX で勝負かけたいなと思う方は、0.04 ドルを超えていってからは、これはベストかなというふうに思います。OK ですか？もしくは、もう一個落ちてきてからの反発狙い。うん。まあでもね、落ちてきてからって考えていくと、もう、またね、安値をつけてくるような状況になりますので、0.012 ドル付近まで落ちてきますから、ここまで落ちてくるんであればね、短期 FX というよりも、現物として、購入をしていくのがいいんじゃないかなというふうに思いますから、ここは一つよろしくお願いしますよ。うん、ですから、うん、落ちてきたら下落チャンネルの形に差し掛かったら短期、ごめんなさい、現物買いをね、ちょっと意識していく。逆に上にブレイクしていったら、短期 FX でちょっと勝負をかけて 0.05 ドルぐらいまでを狙っていくみたいな形でね、やっていくのがいいかなというふうに思っている次第でございます。で、ちょっと4時間も見ておきましょうかね。こういった形、4時間はね、雲をブレイクして、各種移動平均線も下に待ち構えているような状況。今長期の移動平均線はちょっと割れ込んでるんですけども、 またその下にね、中期がありますから、ちょうど抽選ラインも重なって 0.026 から25ドル付近、このラインって重要ですよね。ここを割れ込むと加担値までまた落ちてくる可能性があります。でも、まあ、ビットコインのね、要素に相重なっていくかなと思いますから、ここで落ちてくるってことは、おそらくビットコインもね、落ちてきているんじゃないかなというところで、ここは一つね、相関性を持たせてね、考えていくべきでしょう。まあ今ね、また落ちてきておりますから、 0.025 ドルあたりを割れ込むと、ちょっとね、こうまた、うん、下をね、試してくる可能性があります。ちょっと支えが入っている 0.02 ドルとかね、そこを割れ込んでしまうと、やっぱり下落チャンネルの加担値の 0.01 ドルぐらいまで本当に最悪落ちてくる可能性がありますから、そこは一つね、意識をしておいてください。よろしくお願いします。まあここまで落ちてきたらね、何遍も言いますけれども、現物買いとしてはね、いい値打ちなんじゃないかなというふうに思いますので、一つ差し値をね、置いておいてもいいかもしれません。まだまだビットコインがね、どうなるか分かりませんよ。うん、レンジ相場内を脱却できるかどうか、うん、上にブレイクできるか、もしくはもう一回下に落ちてきて28000ドル
あたりを試しに行く流れが来るのかどうか、うん、急激にバリーと上がってきましたから、今とにかく市場の中では上に抜けていくぞという期待感がやっぱ高いと思うんですよね。こういった時に抜けられなかった時の逆に売りっていうのはまたまた怖いですから、あまりねこう付き合いたくないなっていう方はとにかく、もう喧騒場で言ってますけれども、やっぱりそれが方向感が出てきてはないでしょ。だって抜けてないんですから、そこは一つね注意をしておくべきかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。レンジ相場上にブレイクしていったらやっぱり強さが出てきますから、その後に短期とか中期の移動平均線で押し目買いをして またさらなる次のある上昇を狙っていくっていうのがちょっとできるかなと思いますけども、今はまだレンジないですからね、ここは注意をしておきましょう。はい、よろしくお願いいたします。逆に言うと売りをね考える方の方が意外とわらわら出てくるんじゃないかなっていう風にちょっとビットマン TV 的には思っているところ、何かあと一つ材料があればね、跳ねある材料があればこれはバリッと抜けていくんでしょうけども、あまりもたつきすぎると下に割れ込む可能性がありますから、本当にここはね注意でいきましょう。はい、それではね本日の第2部の配信は以上となります。そしていきましょう。チャンネル登録者様がなんといきましょう、なんと1万と860名の方に登録をしていただいております。ありがとうございます。皆様本当にありがとうございます。皆様の高評価であるとか、あとはコメント等ですね、こちらが良いのバチッと、ビットマ TV 頑張っています。はい、よろしくお願いいたします。本当に今後ともね、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、それでは、本日の収録は配信は以上となります。またまた皆様明日お会いしましょう。それではおやすみなさい。